バレーボールワールドグランドチャンピオンズカップは国際バレーボール連盟主催のバレーボールの国際大会。日本国内での通称はグラジャン。1993年から4年に一度、オリンピック開催年の次の年に各大陸王者などが集まり、日本で開催されていたが、2017年の第7回大会をもって廃止された。北中米チャンピオンチーム。 南米チャンピオンチーム、欧州チャンピオンチーム、アジアチャンピオンチーム、開催国日本チーム、国際バレーボール連盟推薦チームの合計6チームで、世界三大大会と比較すると出場チーム数は少ないものの世界一を目指して競う大会として1993年にスタートして、以降4年に一度日本で開催された。 世界三大大会と比較すると出場チーム数は6と少ないものの、グラちゃんを含めて世界四大大会と呼ぶことがある。グラちゃんは当時男子バレーの世界リーグしか賞金のかかった大会しかなく、オリンピックの翌年のワールドカップの際に開かれた開催パーティーでキューバのミレイヤルイスと中田組が女子にも賞金のかかった大会を 国際バレーボール連盟会長だったルーベン・アコスタ会長に直談判しに行く際に大林元子と3人で直談判したのをきっかけに日本バレーボール協会が主催して始まった大会である。クラちゃんが始まる前は低迷した日本チームが世界のチームに挑戦するというコンセプトの大会としてワールドトップ4バレーという大会でオリンピックメダルチーム対日本との大会があった。 日本の著名芸能人が大会を盛り上げており、イベント的な要素も強い。また、オリンピック、世界選手権、ワールドカップと比べて歴史が浅い大会のため、大幅なルール改正のための試験大会として位置づけられることもある。実際に1997年の大会では、リベロ制が導入された初の国際大会であった。また各セット25分経過後に、 ラリーポイント制になるという25分平用ルールが導入されたが不評であったためそれ以降の大会では使われなかった。ワールドグランドチャンピオンズカップの第1回は5大陸のチャンピオンチームと開催国の日本であったが第2回大会から出場できるのは全部で6カ国で以下のように選出される。大会は6チームによる1回戦総当たり戦による 勝敗数で順位を決定する。1993年の大会では、チューブのボーカル前田伸晃が大会テーマソングを歌った。1997年の大会では、ライジングプロダクションのユニット、マックスが大会テーマソングを歌い大会を盛り上げた。2001年の大会は、うっちゃんなんちゃんの売りなりが大会のサポーターを務めた。2005年の大会は、 ジャニーズ事務所の若手ユニットカトゥーンが応援プロデューサーを担当。中継や関連番組の MC を担当するほか、セットマの応援パフォーマンスなどを手掛けた。2009年の大会は、スペシャルサポーターに妹綾子、大会テーマソングをエグザイルが担当した。2013年の大会も引き続き妹綾子が、スペシャルサポーターを務め、大会テーマソングを高田組が担当した。 大会マスコットはグラチャンで1993年の第1回大会から登場している。鳥をモチーフとしており、バレーボールから頭と足を突き破った状態になっている。このマスコットはバレーボールの持つスピード感、躍動感をイメージして作られた。2001年大会までは手はボールの中に隠れていたが、2005年大会では手も描かれるようになった。ありがとうございます。